のお話もらったけど断ったよって言ってて、あ、そうなんですか、はいって言ってたんですけど、それで最終的にそのスケジュールが空いたんで、入れましたって言われた時に、やっぱり長くやってる作品じゃないですまあか。ね。だからどういうこうグルーヴ感 なんていうの、かっこいいな。現場が仕上がってるってことだね。そう、現場のね、空気が、例えばほら、簡単なところから言うと座る位置とかもあるじゃないですか、ありますな。長寿番組って。そういうのを含め、どんな空気でやってるんだろうと思って行ったら、いやー、普通でしたね。なんか空気とかないね、事務ない所の。ね。意外とドライな空気でびっくりしました。意外とドライだったね。そんなにわちゃわちゃしてないわでちしゃわょ。ちゃしてなかったですね。そうだそんね。な悪ふざけ、悪目立ちしないかなっ て。そう、作品のテイストに反しておとなしい現場でびっくりしたのね。そんなにね、わちゃわちゃしないし、休憩時間とかも短いじゃん。短いですね。スピーディーにね、撮っていくから。ババンっていくから、あんまりこうわちゃわちゃしてお菓子食べたりなんかとか、そういう現場ではないからね。ね、穏やかで優しい人が、中居さんもそうだし、石田さんとかもそうだし、雪乃さんとかもそうなんですけど、基本物静かな人が多いので、でも優しいんですよ、みんな。そうだね。そうそう。受け入れ体制は整ってるよっていう、ゲストには慣れたもんだぜっていう状態だったから、そうだね。なんか不安はなんか全然現場いてなくなりましたね。やりやすかったです。おお、よかったよかった。まあ僕らもおとなしい組なのでね。まあ確かに。まあ萬屋がね、大体並んでたりする。あ、そうあとはまあ本当にバラバラな並び順だから、特にね、金玉編はそんなにまあレギュラーが大量に押し寄せるっていう現場でも、確かに玉が一番喋るかなぐらいそうで。だね。新選組がいるわけでもなかったしね。確かに。ね、鈴村君とかがいるとまたそれはそれで空気が違ったりするんだけどね。なるほどね。確かに新選組一度も出なかったですもんね。出てないからね。でも優しい人たちに支えられて現場が出来上がっているのでね。だからせめていきなり来るゲストさんにちゃんと違和感なくというか、余計な緊張感なく入っていけるようなのはやります。聞かれた時にちゃんと真っ先に答えるようにするし。だからいい現場だなと思いましたよ。よかった。本当にありがたい。本当にね、クソみたいな現場って言われると本当に二度と来れよ、二度と来れよ、バカ野郎って言われる。逆にそんなアニメあんのかないな。もしも他のキャラをやるならどのキャラをやりたいですか？また困る質問だな、こいれ。や、銀時ですよ。本当ですか？主役がやりたい。本当ですか？出番少ねえんだもん。生臭えな、おい。生臭え話だよ、毎週出たいもん。主人公も出ないかありますよ。あるからね。じゃあ、銀時ダメなら、新平がいいですよ。でも、銀あれ、時でピントはいいですよ。銀時ピント大変よ。意外と難しいだってすげえ正解率だし、絶対いいと思う。鈴間さん、神楽は？神楽？ああ、神楽ね。神楽、いや、神楽って。やりたいですよ。え、そうですか。だ、よろずやのどれかやりたい。どれか。貞治でもいいわ。貞治は。ダメ。あ、ダメなんだ。あいつさ、すげえ美味しいと思ったの。最初。1話とか出てたでしょ？ワンしか言わないしね。そう。ワンとかしか言わないけど、あれもうずっと一緒にいんだと思ったら、全然出てないでしょ。バレた。全然出ない。ピカチュウとはわけが違うでしょ。思った以上に出てこねえ。でしょ？だからね、ミカコング先輩も、翻訳は、おつーちゃんだと思ってるんですけど、本来ならおつーは、あれ、金役ですからそうでしょ？って思ってたのよ、俺も。でも、その貞治すらももう希望がないでしょ？だから危ないとこだったなと思って。いや、危ない危ない。いや、本気で狙ってたんです。いや、本気ですよ、何か。わ、恐ろしい。当たり前じゃないです。ガツガツやらないと、こういうこと。ガツガツ。ガツガツいかないブラックバスみたいです。そうです。ひどいなぁ。湖の生態系を破壊するわけですガツガツ。の生態系も破壊しかねない男ですよ。ちょっと。そういうの大事ですよ。本当にね。生臭い話で終わったな、なんだこれ。じゃあ、こんな時。アイディア出しとかって担当の方が、斎藤さんが言ってらっしゃそうですね。だいたい打ち合わせっていうのは何をするかっていうと、だいたいその来週どんな話やりましょうかというふうにし、こう打ち合わせして、ああでもない、こうでもないと話して、じゃあこれこれこういうネタでやりましょうって決めて、それさんがそれを元に書くんですけど、ただ、それさんが割とひねくれ者なんで、一番びっくりしたのが、打ち合わせして、まあ、何個かアイデア出すんですよ。じゃあ来週はよろずやが床屋を開く話か、その修行を積む話か、その誕生日会の話にしましょうって言って、で2、3日後に電話して、あ、今週どうすかって聞いたら、すみません、新八が宇宙人に誘拐される話になったんですけどって言われてるんで、あんまりこれ打ち合わせやんなくてもいいんじゃないかなと最近思い始めましてね。
打ち合わせの必要なしということで。どんだけひねくれもんなんだよ。まあ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 、なんとなくこうリアルな銀さんを想像していただければ近いかもしれない、うん、そうですね。喋り口調とか結構あんな感じですね、うん、3つ目のテーマはいつもドエスな沖田が言った意外な一言とは。極上のドエスキャラ沖田ですが、そんな沖田が一体どんなことを言ったのか、こちらは鈴村くんに紹介していただきましょう。ここで銀玉らしさの帳尻が合うわけですね。もう最終的にもう知りさえ合ってれば、はい、なるほどなるほど、分かってきたぞ、はい、うん、じゃあやってみましょうか。はい、ラジオネーム白玉さんからいただきました、はい、ドエスな沖田の意外な一言とは。シャンパンの線抜く係変わってください。ああ、んあれも技術いりますよ。これ、さあ、これ難しいな。難しいですよ。要するに、シャンパンの線を抜く係を変わるってことは、うん、抜くときに誰かに向けるみたいなことでしょ。バーンってぶつけるわけですよ。そういうことでしょ、ええ、ちゃんとやっていこう。わかりました。次、全力で次頑張ろう。です、次、もう頑張ろう。です、です、です。はい、じゃあ次は、ラジオネーム、ひかべみかんさんからいただきました。ドエスな沖田の意外な一言とは。虫歯を削り終わるまで、ずっと手握っててください。ああ、意外だ、意外だ、意外だ。あの、今俺気づいたんだ。気づいた、今気づいた。これ意外な一言だ。意外な一言だからさっきの3番も怖いんだよ。怖いんだ、抜くのが怖いんだ。そうです。ああ、今カンペ、そうです、カンペ刺された。意外だって、これほら、意外、ああ、だから俺頑張ってるけど外の人は何言ってるんだろうな。そういう感じになってたんだ。そこに気づきましたか。俺だけだ、ここに気づきましたか。勘違いしてたの。あ、意外だった。意外、意外。S なのにね。空気が。そしたら鈴村さんは自分をいたぶり始めるっていうね。もうだんだん行けばいいよ。だんだん行けばいいよ。S ね。S なのに。次行こうね。次行こうね。ラジオネーム、浦木さんからいただきました。ドエスの沖田の意外な一言とは。ちょ、なんだよ、母さん。ノックぐらいしろよな。S なのにね。ね、親には弱いんですよ。ビクビクしちゃうんだろうね。親にはビクビクしてる。何してたんだろうね。いろいろビクビクしてたんですよ。してたんだろうね。まだ子供だってことだよね。そうですね。いやー、まだね、あんな、そういう、ね、やつなのにね。撃ったりね、すんのにね、あいつね。なんか老人みたいな人がいるね。ちょい外だ。あれそれ、あれって。マジビックした俺も。ちょい外だわ。なんで東幹久みたいな感じだったんですか。東幹久ってなんだっけ。これは、ちょっと俺は、大やけどだな。ね、うん。これはすごいわ。すごい大惨事っていう。大惨事だね。うん。もうほんと怖い。はい。僕ちょっとしばらく渋谷には来ないかなって思ってますね。悔いのないように。取り直せないかな。そうはさせません。杉田君苦手なものある？苦手なものだらけですよ。まあまあまあな。うん、逆に弱点とかできないことだらけだったからできることを伸ばしたんです。いいですね、うん、平均化するよりはね。一番ダメなのはあれじゃないですか、歌って踊れじゃないですか。それはダメだ、俺もダメだ。本当に体ってこんなに動かないんだって。動かないね。で、なんでできる人って最初からできるんだろうっていうセンス、うん、それに加えて努力もちゃんとするんですよ。そう、うん、天才って俺努力の仕方が早く思いつく人だと思ってるんで。うん、いいことだ。なので、いや、やっぱり叶わないなって、やっぱできる人がやればいいんじゃないかな、なんて。思うね。うん、思う。エンディングでキャラが踊ってるから、君踊んなさいな、って言われて。1ヶ月半の特訓ですか、って言って。横にいる小野大輔さんはすごい上手だから。もう大体作品が読めてきてるじゃねえか。やっぱりダンスの先生って言うんですよね、君やる気あんな、って。言われるよな。言いますよ。本当にあれ、ね、あれ。うん。ないよって言うよ、やる気はないですって言って、で心の中でね、うん、そう、私もモノローグでモノローグでやりましたけどね。だんだん声優業じゃなくなってきてるってことだよ。だんだんやることが増えてきちゃってね。確かに。栄光の第1位を発表したいと思いますよ。アニメ全201話2回ランキング第1位は65話少年はカブトムシを通し命の尊さを知る。みんなバカなんですか。カブト狩りの会かよ。どうした、なんで、え、銀玉ファンってどうした。え、なんかさ、なんかいい話あんじゃん、なんかあるじゃん。ありますよ。あるよね。俺
なんでカブトの会なんだこれ。あれ おかしくね。おかしいな。あれカブト狩り。カブト狩りな、前回も入ってなかった、カブト狩りって。入ってましたね。なんだなんだ、カブト狩りには何があるんだ。みんな小学生なのか。さあカブト、とりあえず理由見てみましょうか。ちょっと急いで理由を見ましょうか。はい、ラジオネーム、東京都ラジオネーム、さだちゃんまんじゅうさんです。はい。うんこを素手で握って鼻水をなすりつけてゲロまで吐いてのける、かぐらちゃん最高。ひでえな、おい。下ネタじゃん。続いて、岐阜県ラジオネーム、すずりさんでいいのかな。蜂蜜まみれの近藤さんが良い。みんな欲望しかねえじゃないか、どうしたの。みんな理由がおかしいよ。違う。鳥取県ラジオネーム、ただのしがない大学生さん。はい。この話は何度見ても笑えます。近藤さんのハニー大作戦や、土方さんのマヨネーズ塗りたくってるのには爆笑しました。だからさ、欲望しかない。続いて、山口県ラジオネーム、もちもちうさぎさん。この話大好きで何回も見てしまいます。カブト狩りじゃーってセリフが大好き。なんかさ、もっと心に響くセリフあったじゃん。4、201話の中に。近藤、切腹しろ。そこなの。どうしたみんな。もうダメだ。どうしちゃったの。どうすりゃいいんだ。僕らももう、カブトムシを追うしかないですね。夢とともに。山行くか。山ですね、これ。青梅の方に。カブトムシ行くか。リアル山じゃないですか。リアルマウンテン。リアルマウンテンで。ちょっと険しいっすよ。険しいよ。ただね、涼しいよ。うわ、たまんね。DSG さんで、お供します。おいつうことで。